イメージでの、駄菓子屋、それは何かの美しさがある。問屋がいて、そこから商品、それを任意でか集め、その店を開く。店の形態は店主の自由だ。もちろん、お手本。そういうのはあるが。しかし結果で、駄菓子屋、そのイメージに、ほぼすべての店が、自由意志として帰結していく。何かの意識的な同調と言うべきだろうか、その、一つの具現下へ。倫理、こうであるべき、そういうものがそこには現れているわけだ。対して、コンビニ、それはフランチャイズ契約の際に、こういう店にしなさい、命令としてその店のイメージ、それはある。そこに自由意志はない、店員は結論でロボットであることが期待される。そこに理想はない。だから、最近のように、現場の店舗と本部との圧力、そういう面倒がそこにあり。そして利益性にも次第に、